動いてんの。すごいよ、ね、元気。これがいつも見てる光景ですね。そうなんです。すごいな、すごい暴れてる。ちょっとわかりますかね。で大きな木の下でしたよね。わかった。大丈夫。いやいやいや。ピンクの。そうピンクのテント。だからもうあれ一個しかないの。買ってきたの。らしい。そういう感じってこと。そう。だからみんなでピクニックしようよっていう。で亀寝てる説ないですか。大丈夫ですかね。そう今。私片手に言うことなんだけど私たちのとこだよって言ってるかもしれない。勝った勝った。それなんか荷物置いとかないと多分飛んでっちゃうから。あ、いいよ。あ、だだだだ。よりも皆さん、今日これ今どちらで来てるんですか。ここはお台場にやってまいりました。ここよ、はい、お台場にやってまいりました、はい、みんなで楽しくピクニック、ピクニック。私なんか声変だけど大丈夫です。チームミナエルピクニックですね。そうですね、よろしくお願いします。ピクニックやってる人がいる。どうでしょう、美味しいですね、うん、早く食べて。美味しいよ、みんな。みーちゃんは噛めます。はい、パパ、はい、パパ。はいパパ、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 はいパパパ、はいはいパパ、すごい、嬉しいね、嬉しいね、パパって嬉しい、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 ありがとうございます。赤ちゃん、女の子、座っちゃった。暑いもんね。やった、ココちゃん吠えなくて。やればできるじゃん。ココやればできるじゃん。みよシャンプーの時間です。あら、美容院に来てますね。はい、どこかかゆいとこないですか。どこかないですか、かゆいところ。食べていいよ。はい、ちょっと私持っていい。はい、みんな食べて、本当に。はい、はい。持っていいって食べるわけですよね。持つだけじゃないですよね。でちなみに言うと、みなえさんはもう2つ目のサンドイッチです。わお、朝からお腹すいたって。あ、言ってたんですね。26、5、6年前か、はい、まだお台場ができてそんなに初めの頃だった、うん、そんなに人いなかった。だからなずきの時は全然来てない。あ、そうなんですね。前のあの頃がまだお台場がなんていうの、旬というか、僕たちにとっては新しいプレイスポットだった。マネはでもその記憶あるの。あるある。結構ある。ある週末なんてずっとトイザラスなの。いや、毎週末トイザラスですよ。トイザラスって大体あの誕生日とか。そういうことなんだよ。そう、そうですよね。毎週末、毎週末両手で。いやいやいや。その時もすごい記憶にあるのが、はい、3人で歩いてるんだけど、はい、みんなさんいっぱい買い物してるから俺マナー連れて歩いてるんだよ。そしたらスカウトマンに声かけられて、お子さん可愛いです、ぜひうちのプロダクションに。おお、面白そうだなと思って、はい、ありがとうございますって、はい、やってたら、はい、一見してみんなさんがバーッと、何ですか。私がスカートマン逃げてる。うちの息子に何ですか。そんな形しないよ。単純になんか変な人に話しかけられたと思ったんですか、それは。女の子だった。ナンパされてると思ってる。あー、なるほど。あ、そっちなんですね。心配したんですね。まあ、あと無印良品でもあるよね。
有楽町の無印良品でも。それは覚えてる。覚えてんだ。それは覚えてる。なんかパスポートかなんか。あ、そうそうそう。うん、マネがこうしてたパスポートじゃなくて。あ、これだ。覚えてない。なんかパスポートって普通、そうちゃんとしないとダメなパナのビー。マネはこうやってて、なずきはめちゃくちゃ睨んでたらしい。そう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 。あ、一番最初のパスポート。かもしれん。あれによく許されたね。ここはいい。見えなくなっちゃった。リーダー。こんなに生殺しだからね、ご飯そうっすね。ねえ、これひどいよね。それまで水やりさせてもいい。もっと可愛くやれないのかね。私の人、はい。またチップよとかって言ってくれればいいのにね。そうですね。何か言葉があれば。肘打ちだから。ほら、また肘打ちされた。あ、来ました。来ました。あれ、ユニフォームが。どうぞ。今日のご飯これだけどいい。皆さんご到着で。はい、食べて。サンドイッチです。あ、そっちにもありますね。はい、食べます。あるやつから食べる。はい、いただきます。急かにサンドイッチをまた食べ始めてる2人が気づかなかった今。美味しいよ。美味しいっすよね。僕もいただいたんですよね。うん、美味しい。美味しいよね。美味しい。美味しいですか。ちょっと、はい、何一人だけ食べてんのよ。みんな暑いよ。暑いんだ。え？みなさん、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 あの誰がいるかもわからないですよ、その中に。気づいたら中入っちゃってるから。え、入りたいの？いや、入りたいわけじゃなくて、これちゃんとね、中からもファスナー開けられるようになってる。あ、すごいですね。でも無理だよ。すみません、ちょっとお出かけします。駅のホテルに行きます。って言われるまで投げます。倒れた本数によって数え方が2で、まず1つ目が倒れた本数、日本で倒れると倒れた本数を数える。2本倒れたらですね、場合はあの書かれている数字が得点だ。自分の得点を足し算して交互に投げていきます。これだと、じゃあ一緒ですよ。で、これだと2本以上倒れたので何点と思いますか？5本と思いきや、これは完全に地面についてないのでカウントしません。で、4点となります。4点だ。起こし方がありまして、はい、これをつけたまま投げる人に向かって手前から起こしてあげます、その場で。あ、なるほど。ちょっと右ずつ広がっていく。ちょっとですね、このまま4点で次の人に投げてもらう。はい、最初はまだ難しいです。まず難しい。お、じゃあこれ何点でしょうか？違う、さっきね、はい、このお台場はどういう感じですかねってバウに行かれた時に、ここはニューヨークのセントラルパークって言ったんですよ。おしゃれなニューヨーカーがサイクリングしたりジョギングしたり近くに転がってニュースペーパーを読んでるとこだよって話したら、あなたはトイレットペーパーに握りしめてるよねっていう話で、面白いねって言ったんだけど、もう一個オチがあったんだよねって考えてきたんですよ。あなたはトイレットペーパーだね、じゃあ僕たちは林家亭
パーでしたね。ここで落とせばよかったって反省してきたんですよ今。先生このオチでいかがでしょうか。これオチ何、はい、ついに動きますか。やっと動いた。光まで調節してます。 iPhone の限界に調整中。いやいや、下別の別にどこまで行ったの。海のとこ行ってみる。もうちょいバックしまうね。それこのまま海までいや、どんどん下がっちゃう。全然わかんない。いや皆さんはちょっとこっち見る感じで、あ、こう手に乗せます。手に乗せます。あ、もうちょっと下で、これ下で、あ、ちょい上ちょい下。あそこ、そこ、皆さんそれをちょっといいです。親子乗ってる。でこれちなみに言うと周りの人も乗ってるので。周りも乗ってますよ。来た綺麗な夕日ですね。ちょうどめっちゃ綺麗じゃないですか。来た。今手のひら乗っけといた。その辺だったらいけると思いますよ。ろうそくか何か。ふーって吹かれてますこっちに。いいんじゃないですか。OK です。溶けた。おー、ミニムの音。すげー。